皆さんご機嫌いかがでしょう広くのウィークリーゴールでようこそ2020年6月17日え今回のウィークリーゴールドはマーケットエッジ代表小菅勤さんにお話を伺っていきます小菅さんはいこんにちはお願いしますこんにちは今日はどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさてもう6月ということで、えー、今年も半分が終わろうとしているんですがもうとにかくいろんなことがありますよねはい はい。<laughs> まああのコロナショックから、あとはちょっと最近はあの、 軍事紛争的なことが起きちゃうんじゃないかみたいなね、えー、いろいろと事件が起こりそうなムードなんですが、まあ、こういった時にはやはりゴールドの投資というのが大変注目されますので、えー、今日もゴールドの今後の見通し、そして今日のタイトル、金の投資家は何を見ているということで、プロの投資家の人たちがどんなものを見ているのかということを小菅さんにじっくりと解説いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。 はいえー、まずは金のプライスを見ておきましょう。先週水曜日から今週水曜日、この収録時点までの金の値動きが比較となっています。えー、大きく変わりがないんですよね。ちょっとチャートを見ていきましょうか。さあ、小菅さん、本当にこれ、着しちゃってますね,、はい、そうですね日々の値動きは結構大きいんですけど、トレンドができてないですよね。はい そううでですすねね横ばいといと感じです、ねまあ、これがねあのいつ動き出すのかということも含めそしてプロの投資家は何を見てどちら方向に向かっているのかということを今日は小菅さんに伺っていくんですが今、日ののテーマはこのようなな形になっています今ボックス相場そして何を指標として金価格を追うべきかとそしてイーグルコインまたなんかすごく売れているということでなぜ売れているのか小菅さんにお話を伺っていきたいと思います。 この番組は豊「豊かで均等し豊か精児」の提供でお届けいたしますでは早速小菅さんに伺っていきますさあ金を投資する際にプロの方々って一体何見てるのかっていうのが今日の主軸のテーマなんですがまずはちょっと昨今の値動き膠着しているとはいええー、小菅さんはどのように見えているのかというのをこちらのチャートから解説いただきましょうはい、はい、でこれ金の結構長めの2000年からのチャートですよねはい でまあ、キーソーバー、まあ、ここ数年ですか、去年、今年結構上がってきたんですけど、足元、ちょっと上げ一服感が強まっているという状況です。はい、で、その背景はいろいろあるんですけど、まあ、今回、ちょっとチャート要因から見てみたいというのは、これですはいこれなんか、コーヒーカップみたいな形で <laughs>、彩られていますね,そうですねこれ、チャートの形状で、いわゆるカップアンドハンドルといわれるものです。はい これはここのカップの形から抜けたところに大きく動くっていうふうに言われてたりしますよね。はい、そうですねこれって、まあ、どういう状況かというと昔の高値で買った人がい損益がトントンなるんですよね、はい、あこのぐるっと底を作って、はいはい、もうやっと自分の損がなくなってきたぞっていうところそうですね強気の人から見たらこれからだろうと思うんですけど、はい、<laughs> そうじゃない人はあ<ー>あやっとまあ損失がなくなったよということで。 結構やれやれの売りとか言ったりもしますけど、うんはい、売りがちょっと増えやすいんですよね。はい。でこの緑色のチャートは何でしょうか。これ大口投機人のネットのポジションです。まあ、上が買い越し、<ー>下が売り越しですね。はい、でこれここ数年のまあ金市場のパターンとしては大体まあ1400から1500まで来ると投機買いが一服というのがパターンだったんですけど、うん、それがまあ去年ぐらいからまあそこを超えても投機買いが維持できたという。 流れがあったんですけど、はい、それがまあ今年どうなってるかというと、はい、ちょっと過去最高に近づくにつれて売りが増えちゃってるんですよね。うんということでえ現状ここからどう読むかというのはこれチャートのパターンだと右側のこの、はいまあ、ハンドル、まあ、いわゆる取っ手の部分ですよね、はい、<laughs> に向けて少し調整が入ると、うん、でその後にまに、あ、このカップの上限抜けたら強気という言い方を推してますよね。はい そうすると、このやれやれの売りというか、もうコストがね、ちょうど見合ったところで売りがだーっと出た時に。一旦下がるけれども、またこのカップの上にまで来て、そこを抜けたら。大変強いということですね。そうですね。まあ、足元なんか、弱材料が出て売られてるわけじゃないんですよね。うんなんか、別になんか、漠然となく調整売りが入っただけなんで。これ、やっぱり高値を更新するとかなり強い気になりますよね。はい。なんか、このパターンって、よく見られるパターンですけど、金にも昔あったんでしょうか。 そうですね、もう少しちょっと小さいパターンなんですけど、はい、例えば2008年とかのリーマンショックの後も見られてますよねリーマンショックの時にあ今矢印で示しているところですね、はい、これ一旦大きく下げて<っ>その後結構急反発したんですけど、はい、まあ元の数字戻ったらちょっと数か月持ち合いという。あで一回下がってからのですね、はい、でそこを抜けた後にやっと上昇が始まったということですね。はい ということでもしかしたら1回下がるかもしれないけれどもその後は強いんじゃないかというのが、まあ、チャートから見えるということですね、はい、ではあのプロの方は、まあ、このチャート分析されてる方ばかりじゃないと思うので一体何を指標に金の動き見ているかというのを教えていただきましょう、はい、さあこちらのチャートは何でしょうかこれ私が普段金の分析で使ってるやつなんですけど、はい、金と他の資産クラスとの相関を調べたやつです。 まあこれ14日の相関係数が金と例えばドル、はい、金と株金と長期金利に対してどれぐらい相関が出てるのか、はい、逆相関が出てるのかをグラフ化したものです相関係数というのは、えー、何になるとぴったり一致するんですかこれマイナス1から1の間なんで1だと全く同じ動き 1>、はい1だと 1>、はい、プラス1だとマイナス1だと完全な逆相関なるほど、はい、でこのグラフですと、まあ、青い線がドル ドル指数ですね、はい、でオレンジ色がアメリカの長期金利、はい、で灰色がダウ平均、まあ、株価ですね。はい、でそれとの各、えー、相関を14日ベースで調べたものですうんで。これ見るとやっぱりその時々によって相関出たり逆相関出たりとかいろいろありますよね。はい、でこれ一応右側の数字何かというとこれ年初からの相関係数累計なんですけど。2020年の相関係数、はい。これドルだとプラス0.11。 はい。で、えー、っと、アメリカの株価ですね。ダウ平均だとマイナス零点二七。はい。で、長期金だとマイナス零点七五。はい。で、この辺から見ると、まあ、金の投資する際に、何を見たいと思いますかね。金利。<laughs> そうですね。金利がやっぱり一番綺麗な逆相関が出てますよね。っていうことになるんですね。はい。 なんか教科書的には株とゴールドは逆相関だから、はい、まあちょっと株を見ているとか、あとドル見てる人、はい、為替見てる人もね、結構多かったと思うんですけどね,すね。今年に関してはやっぱりドル、むしろ金と同じ動きをしている傾向が目立ちますよね。うんだから今年ですと、やっぱりなんか危ない状況になると、金が安全資産と言われて買われるパターンが結構増えてますよね。はいはい、そうすると金と金ドルが同じロジックでで動くので なかなか、まあ、ドルが上がったから金が下がるかというと下がらないですし逆にドルが売られたら金が上がるかというとなかなか売られないむしろ、同じ方向に動いいてると、はい、年はあのコロナショックということで、ね、あの皆さんがあのドルにこう集中するようなことがあってその時一緒に金にもお金が集中したということで、はい、同じように動いちゃうということですね。そうですねはいう じゃあこの逆相関っていうのは見られないということで、やはり金利を見ていくのがいいんではないかということなんですが、金利といっても小菅さん、はい、たくさんいろいろの金利ってありますよね。そうですね。はい。はい。どの金利を見るのかというのが次のスライドです。でこちらご用意したのは何かというと、これ青い線が名目金利、まあいわゆるアメリカの10年債利回りです。はい。で、オレンジ色がインフレ期待。はい。 これからインフレがどれぐらい動くのかっていうそういった見通しです。はい、で、えーっと、緑色のやつが実質金利、名目金利マイナスインフレ期待で出したものです。はいはい、で、これで、まあ、金市場うど,どれを見るかというと、基本的にはやっぱり実質金利なんですよね。実質金利、この緑色のところですね。 でこれ、まあ、ずっと長い,長い目でこれ2019年から出してますけど、はい、ずっとだんだん金利が失われてきていって、うん、まあ去年夏は一旦マイナス金利になりましたけど、はい、まあその後大体トントンで、はい、今年やっぱり新型コロナの混乱の中で、まあ、大きくマイナスの方に沈んだというのがよくかかるかと思いますマ、はいはい、イナス金利であれば、まあ、金の,まあその価値というかは高まるという考えでいいんですよね。 そうですね金ってやっぱり金利を読まないものですから高い金利だとじゃあなんで金を持つのっていう、はい、別に無利クで国債を持っておけばどんどん利回りが 2%3% くるんだったら金別に投資する必要はないよねって、はい、で逆にやっぱり金利が下がってくるとそういったコストがなくなってきますので、はい、金投資しやすくなりますし、はい、さらに今みたいなマイナス金利、はい、金利がマイナス化すると むしろ、ドルを持っておくとどんどん資産価値が減ってしまう。うで、金を持っておいた方が、まあ、これ、専門用語で購買力って言うんですけど、はい、物を買う力を担保できる。はい、で今、そういった特殊な環境にありますよね。 じゃあ金にとってはいい時代が続いている、いい時代に入ったということですけれども、はい、まちょっとこの4月以降は大きな動きがないんですね、もう同じぐらいの水準って感じなんですかね、そうですね大きな流れで見ると、やっぱり実金利マイナス拡大してるんですけど、ここ1、2か月で見ると、そんなに動いてないですよね。そうですねだから今、金価格、動かないってことなんでしょうか、はい、今やっぱり金相場ですと、まあ、金利との連動性が高い、逆相関高い。 でしかもその金利があまり動いてない、はい、この辺がここ数か月のボックス相場の、まあ、理論的な背景なのかなと思っています。はい、そしてこちらはゴールドと、えー、合わせたところですね、そうですね。はい。実質金利とゴールドとはい。これも今年まあ実質金利どんどんマイナスになっていってそれと連動してやっぱり金が上がってきたという、まあ、こういった経緯がよくわかるかと思います。はい。 でこれからやっぱり実金にもっとマイナスになれば当然金の方はパフォーマンス向上しますし逆にこれ金がまたプラス圏になってくると金相場のパフォーマンス少し悪化してしまうのかなというこういった状況です。はい まあこのコロナショックで、ね、世界の中央銀行はもう金融政策でもうほぼ、ね、あの主要国の金利はゼロになってであとはイギリスとかアメリカまでマイナス金利を、ね、あの政策金利で導入するかもしれないなんていう,ふうに言われているんですが、はい、やはりそうなってくると今後の金利を占う意味でこの中央銀行の政策というのが大注目とということになるわけですよね,そうですね、まあ、インフレと同様にやっぱり金融政策、すごい重要だと思います。はい で6月え、つい先週、FOMC があったわけですけれども、はい、さあ、ここで何か注目すべきところはあったんでしょうか。これ正直言って、この数字見たとき、私はまあこんなもんだろうなと思ったんですけど、驚きはなかった、そうですね、お橋さんも多分なかったと思うんですけど、<laughs> 別にそもそもなんか分かっていたようなことしか、ねはい、出てこなかった印象ですけど、その割には株は下がるし、金はレンジの中でも結構、ちょっと変わりましたよねいや動きましたね、はい。 でどこが注目されたかというと、まあ、株式相場の方では、まあ、一番上のこのリア,リアル GDP、実質 GDP ですね、これ、今年マイナス6.5%、これ、これアメリカの金融当局者のコンセンサスとして、今年の成長率マイナス6.5ですよという数字ですね。 悪いですね、まあ、確かにもう分かってはいたけれども <laughs>、まあ、こんなもんだろうと思うんですけど、はい、まあやっぱり株の方ちょっと過熱感もあって、まあ、この辺の手がかり調整売りが入りました、ねまあ、利食いのきっかけになったってことでしょうかね FMC がねはい、はい、で一方金融市場のですねどこっちも来たかというと,、はい、えと下から2つ目ですよねはいこれ FF 金利の見通し 当局者がこれから F.F.K. にどう動くかと見てるかという数値です。はい。これ見ると一番左側の2020年0.1、はい、で、はい、21年も0.1 <laughs>、22も0.1ですね。もうずっと金利はもうこのまま動かないっていう低金利状態ってことですね。そうですね。まあこの先は数字に出てないんですけど、はい、少なくとも向こう2年半ですか。はい。まあ金利は上がらないよという見てる人が多いというか、まあほとんどそう見てるというのを示す数値です。 はい、そうすると、やはりまあ金利がない時代に輝きを増すゴールドにとってはあのプラスということで金の投資からはこれを見て金をこの買ったと先週そううい、はい、だ例えばアメリカの雇用統計後に金が下げたというのは、はい、雇用統計よければ、まあ、経済いいんだから金利上がってきて金売られるんじゃないかという懸念があったわけですねえね、ー。そういった懸念はやっぱりこういった FMC では完全に否定してしまったので、はい、これがやっぱり買い安進化につながったのかなと思ってます。はい はいえー、この、ね、短いその短期的な値、ね、動きという意味ではこの FOMC とか雇用統計非常に注目なんですが今、ゴールドの投資家らの中には金はもう今からこう2倍とか3倍,、まあ、3倍まで2倍ぐらいになるというような見方が増えてきています、はい、その根拠というのは一体何なんでしょうかこちらのチャートなんですけど。はい これ何かとというとマネーストック、まあ、M2 っていうんですけどはいまあ現金と預金のプ送料ですね、市場に流通している。はい、で、これ、オレンジ色は前の年、1年前と比べて伸びがどれぐらいあるかというのを示したものです。はい<で>すごいね。<laughs> <laughs> 青い線がこれ金価格なんですけど、えー、どうですかね、これまで見ると。相関してますよね。 強めの相関だけど足元だけマネーの方がとんでもないことになってる、はい、これを見てる人は金ってどれぐらいが正しいんですかねって思っちゃいますねそうしたやっぱりこれを見て3,000円のとかそういった数字を出してくるわけですああそれはだから過去の相関で見るとおかしくないんですね、はい、全然でこれ比較的もっと前の例えば50年とか100年単位で見ても はい、結構強めの相関が出るグラフなんですねじゃあやはり市場にお金がばっとたくさん流通すると、はい、金が上がるというのはお金の価値がやっぱ薄まるっていう考え金融緩和政策ってどんどんドルの価値を下げていく政策なんでそうするとやっぱりドルを持っていたら購買力は担保できないよと、はい、だったら金を持っとけばまば、あ、金を使って物を買う力は維持できるということで。 どれよりも金の方がいいねというそういったパワーバランスの変化が出ますよそうすると小菅さんもこの過去50年の,この相関が強いマネストック見てると金はまあ2倍ぐらいになっても全然おかしくないと思ってらっしゃる。そうするこの可能性はやっぱりありあますよねうん、うん、どっかでやっぱりこれはちょっと危ないなってマーケットが関心を向けると金相場って跳ね上がる可能性はありますよね。はいはい ということで、まあ、これまでのお話の中で、まあ、ちょっとまとめていくと、えー、金のプロの投資家というのは金の,その金融政策ですねあの各国の金融政策特にアメリカの金融政策というのを非常に重要視してるんだなということが分かるんですけれども、はい、それはなぜなのかということなんですけれどもちょっとこれ面白いお話なんですねグリースファンさんって皆さんご存知でしょうか、えー、バーナンキさんの前ですかね 2006年までですね。はい、2006年までの、えー、なんか市場のマエストロって言われるぐらいすごくこう、はいえー、ちゃんと市場をコントロールしたというふうに、えー、されている有名な方ですよね。はい。はい。でこの人って中央銀行総裁の時、f r b 議長の時って、はい、金総まり聞かれてもあんまり喋らなかったんですよね。喋、はい、っちゃいけないんですかね。喋らなかった。はい。会社側に聞かてもかいや朝チェックしてるよとそれぐらいしか喋なかったんですよ。はい。<laughs> それがまあ一番下なんですけど、これ、議長終わってからの講演なんですけど、はい、急にやっぱり金について話し始めたんですよしゃべりなかったんですかね、本当は。<laughs> やっぱり FRB 議長の立場だと、なかなか金について話しづらいのかなと、はい、それはもうこの一丁目に書きましたけど、まあ、グリーンスパンさんは、金価格の上昇は世界の主要通貨に対する不信任投票だと、はい、だ金上が,ってる上がってるってことは、自分たちの金融政策、ちょっとよくないんじゃないのっていう。 不信任投票なんですよ、ね。ああ、確かにそうですね。はい。こうするとエファルビ議長の立場で金額格上がってますよとはなかなか言えないですね。そんなのなんか、はい、お前喜んでいいことじゃないだろうってね。はい。<laughs> 非難されちゃいますもんね。この一番上に書かれている1966年の金と経済的自由というのはこれ何ですか？これアランスファン議長のこれ論文なんですけど。はい、ええー。この人もやっぱり最初の方ですとこういった金とか金融政策とかこういった 研究し,していた人なんですよ元々ああこういう論文を出されているんですか、はい、やっぱゴールドと、まあ、金融政策っていうのは非常に密であるというか、まあ、相関性が高いというか非常に重要な着眼点だということなんですね。これ冒頭の方の文章からちょっと持ってきたんですけど、はい、これ英語も書きましたけど、はい、基本性でなければ、まあ、インフレという略奪から貯蓄を守ることはできないと。はあ これ、ね、ニクションショックの時っていうか、はい、まあ金の打扱というか、婚姻制は70年になくなくっちゃいましたもんねねそうです、ねはい、アメリカの方はアメリカじゃなくてもいいんですけど、まあ、金融政策に任せちゃうとインフレがやっぱり発生しやすい、うん、どうしてもやっぱり通貨の価値を下げる政策が取られやすいんで,うん、うん、でそうすると、まあ、自分たちの貯蓄、まあ、資産を守ることはできないですよと、うん、経済的自由を担保しようと思ったらやっぱり金がないとだめですよと。 それを守るためには、まあ、金というのがあの存在するということで、えーはい、おやめになってからその金について結構お話しするようになったっていうことですね。本当はやっぱり議長の時にいろいろたんです <laughs>、はい、<laughs> まあそれはできなかったっていうか、ねはい、やったら多分ね責められるでしょうから。 ということで、まああの、金融政策を司る FRB 議長というのは、こういうところもちゃんと見て政策をやってるはずだけれども、うん、今はちょっとあのマネーストック見ても、たガが外れたようにばらまくしかなくなっちゃってるっていうのは、やはりちょっと怖いですよね。そうですねだから金止ですと、まあ、金融緩和で金利が上がった、下がった、うん、こういった議論も当然大切なんですけど、はい、もっと停理の部分で、国家がそういったドルの価値をどんどん変えていってもいいのっていう、こういった疑問というか、 不信感がやっぱりあるんですねそういういことですね、はい、そして、えー、今昨今はいろいろ不穏な動きがあるんですけれども、えー、この経済的自由というのはね今グリーンスパンさんの論文にも出てきたんですけれども 2>,、はい、2つの潮流これ小菅さん何でしょうかそうすこれもやっぱり一見すると金投資も全く関係ないように思われるかもしれませんけど、はい、例えば、まあ、昔の大統領候補のロン・ポールさんっていう共和党の議員でご存知ですか 結構、近本位制の進歩者なんですけど、この人はやっぱりこれをすごい問題視してるんですよね。これ、新型コロナウイルスで、ちょっとほっといたらどんどん感染広がっちゃうので、危険、はい、の制限、まあ、個人のプライバシーの制限が必要じゃないかという議論が、アメリカの方で始まってるんですよね。これ、日本でも安倍首相がちょっと言いましたよね、国会で確かに、まあね、うん、あの人の動きを追うというようなね。 ちょっと強制的に病院に入れたりとか、はい、あとは店をちょっと閉鎖するとか、うん、こういうのもやっぱりアメリカの思想から言ったら本当はありえないものなんですね。まあ自由ですからね。はい。はい、でもこういったやっぱり試験の制限がやっぱり必要なのかなと、こういった大きな出てくると、やっぱり国家がこういうのに関与してくると怖いねっていうやっぱりそういった心理があるんですよね。あまあそれに反発するでももう今拡大してるぐらいですからね。はい。はい。 まあ、きっかけはこの黒人の、えー、抗議デモというふうに、まあ、差別のデモと言われていますけれども、まあ、ちょっとこう拡大する過程の中ではやはりちょっとこう自由を奪われて最初はフリーという、ねはい、そういうことで、えー、デモが拡大しているという見方もありますもんねでこれ、出勤市場の思想一万1 0書きましたけど <laughs>、はい、レッツェフェール、もうほっといてくれよという。 <laughs> <ー>だ金融庁の人はやっぱり、あんまり国家に介入してほしくないなっていうのが、やっぱり一番丁寧にあるんですよね、はいで。その延長線上にやっぱり金融政策とかいろいろありますけど、こうやってやっぱり国の介入とか出てくると、まあんまりちょっとよくないなとい、金を持っておきたいなというニーズになるとうそうですね、なんか不安が高まると、はい、なんか突然いろいろ資産をこう、ね、取られちゃうとか、なんかそういうところまで不安が広がっていきますもんね。 コウノリだから金が突然になんか重度上がるとか、はい、そういった議論じゃないんですけど、はい、こういった動きが出てくるとやっぱり金持っときたいなっていうそういった投資ニーズが出てきますので、まあ、こういった動きも注目してもらっていいのかなと思ってます。はい <laughs> 特にね、この2020年はいろんなところでその不安がこう大きくなるようなことが起こってますからね、はい、金融だけではなくてこの経済的自由というものを奪われる不安というのが増しているというのも、まあ、金にとってはこれからちょっと上がっていく可能性を秘めた、まあ、材料になっているということでしょうかね。はい、はい、ありがとうございます、えー、ということで不安が拡大しているからなのかこれコインが売れてるんだそうですね。そうです、こここ数年、うん、これアメリカのコイン 全然売れてなかったんですよね。うん、これチャート見るとわかりますように、全然売れてないですよね。はい、横ばいでしたね。はい。これは今年に入ってからだいぶ動き始めてるんですよね。これはやっぱり、なん、何なんでしょうか。皆さん、ちょっと不安だということかな。<laughs> そうですね。理由は多分いろいろあると思うんです。やっぱり新型コロナウイルスもありますし。はい、うん。輸政策がやっぱりちょっと異常な状況になってきてるっていうのもあると思いますし。うん。で、これ。 先月はね、アメリカのほう、やっぱりこういった u s ンと、消費局も営業をちょっと停止しちゃったんで、んまり落ち込んだんですけど、これからまた新しい行為、どんどん出してきますので、ここでこれ、また金貨が売れたりすると、ちょっと地合いは変わってくる可能性ありますよねうん金融マーケットだけで金の価格がねあの、形成されてるわけじゃなくて、こうやってあの実物が売れていくというのも、値行きのように価格を支えていきますよね、はい、とこれ、買う人って別に、基幹投資家じゃないですから、当然、ね。 アメリカのこ国民がやっぱり買ってくるとなると、はい、あそれだけやっぱり不安心理が強いのかって警戒感強まりまりすよねこれ金だけじゃなくてなんかシルバーも今売れてるんですってねシルバーもすごい売れてますねねえ<ー>こアメリカの増幣局シルバーの新しいコインどんどん出すって言ってるんで、はあ、じゃあちょっとこれシルバーにも注目かもしれないですね、はい、なんか日本人よりアメリカ人はあのシルバー結構好きですよねそうですし、まあ、銀のあれ プラチナよりもやっぱり銀の方が好きですよね。っていうことみたいですね。はい、ありがとうございます。では、最後にちょっとテクニカルで見ておきましょう。えー、まずはこれトコム。 東京の先物の,の金価格なんですが本当変わらないので言うことほとんどないという感じなんですが月足、週足で見ても、まあ、ボリンジャーバンドの1シグマの上にいるということで、まあ、強気継続なんだけれども日足で見るとずっと横ばいでお知れたけの指標でマクディ見ると今のところはちょっとこう弱気のサインが出ているけれども価格は下がっていないという特徴これはここのところずっと変わっていません。ただもう一つのチャートちょっと ご覧いいたただきたいんですが、これは一目均衡表に冷やしを合わせているんですけれどもこの雲にぶつかったところであのこう上がってくるというようなパターンっていうのは結構金相場に過去に見られたパターンなんですけれどもこの雲6月22日ぐらいにこのまま横ばいでいくとぶつかるんですよ。 ぶつかったところでうまく弾くかどうかはわからないんですけれども、もしかしたら、日柄で雲にぶつかる頃には変化が出てくるかもしれないと。そしてこの MacD、下ですね、MacD のゴールデンクロス、この黄色い丸のところ、ゴールデンクロスすると必ず水準をちょっとこうね、持ち上げるというような動きが過去に見られたんですが、そろそろ MacD もゴールデンクロスしそうな動きに入っているようにも見える。 でいつクロスするのかなというとえこの一目金衡表の雲にぶつかるんじゃないかという6月22日前後もしかしたら上がるんじゃないのということでこれは短期的なテクニカルの視点と小菅さんもっと長期的には、ね、2倍になるかもしれないということですけどしかもカップイーズハンドルだと1回下がらなきゃいけないんですね小菅さんはいそう6月22日だとちょっとね来週なのでこれはこういうようなチャートの見方も 一部ににはありますよといいいう参考程度にしておいておくださいえでは、コメックスの投資家ポジションです。ニューヨークの、えー、先物市場の投機家ポジション、これね、最初、カップハンドルのところで小菅さんにもちょっと説明いただきましたが、え高投機家のポジション、ちょっと利食いが優勢になっているということで、少しポジションは軽くなっています、青いラインですね。そして、これは ETF です。 ETF の残高、小菅さん、もこれ、ずっと積み上がってる状況で、ね、最高レベルですもん、ね、そうですね、こういう統計、前後ちょっと売られたんですけど、その後すぐ買われてますね、はいはい、そうすると、期間投資か年金の基金なんかも、株だけじゃなくて、こういうところにも資金をちゃんとこうシフトして、まあ、ヘッジの意味もあるんでしょうかね、金にも資金は流入しているということですね。はい はい。ありがとうございます。これまで私どもいろいろとお話しさせていただきましたが、皆さん、投資におけます最終判断、皆さんご自身で慎重に行ってください。 ということでえ、今日はマーケットエッジの小菅努さんにいろいろとお話を伺いました。小菅さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。この番組は豊かで均等し、豊か精児の提供でお届けいたしました。それでは、ウィークリーゴールド、また来週お届けいたします。ぜひ皆さん、チャンネル登録、そしていいね、よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。小菅さん、またありがとうございました。はい